皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。呪術廻戦やチェンソーマン、スパイファミリーなど次々にヒット作が生まれている日本の漫画業界。2021年の日本の漫画市場の売上高は紙とデジタルを合わせて6759億円で過去最高を記録しました。そんな日本の漫画は海外でも大人気。翻訳された単行本は世界各国で出版されています。日本の漫画はなぜこれほどまでに海外で人気となっているのでしょうか。その理由は日本の漫画が海外作品にはない様々な魅力を持っているからなんです。日本の漫画の大きな特徴といえるのが、子供はもちろん大人も楽しめる作品が多いこと。夢を与えるストーリーや巧みな伏線、複雑な人間関係など、日本の漫画で描かれる物語は幅広い世代にとって魅力的なものとなっています。作品によっては親子が同じ作品のファンになることも。また重厚なテーマを扱った大人向けの作品も多く見られます。それから海外作品ではあまり見かけない独特な小回りと繊細な表現方法も日本の漫画の特徴です。日本の漫画の小回りは読者の目線を誘導するように細かく配置。その一方で見開き全面を使った大きなコマで大迫力のシーンも描かれます。また日本の漫画は絵のタッチが繊細。キャラクター一人一人の個性や性格が細かく描かれ、表情や動きからも感情を読み取ることができます。そのためキャラクターに感情移入して漫画の世界に引き込まれやすくなるのです。さらに日本の漫画には多彩なジャンルがあります。読者の年齢や性別によって少年漫画、少女漫画、青年漫画などに分類される日本の漫画。またストーリーの種類によってファンタジー、恋愛、スポーツ、アクション、ホラーといったジャンルに分けられ、それぞれに人気の作品があります。多彩なジャンルの中から自分好みの作品を見つけられるのも日本の漫画の魅力と言ってよいでしょう。さて今回ご紹介するのは、そんな日本の漫画がアメリカのエンタメ業界に与えた影響。日本の漫画によってアメコミがオワコン化しているというのです。それでは早速見てみましょう。日本の漫画が米エンタメ業界にとどめを刺した。海外のネット上で日本の漫画がアメコミにとどめを刺していると話題になっていました。日本の漫画やアニメが人気のアメリカでは、書店に日本の漫画がずらりと並んでいるのは今や当たり前の光景。日本の漫画の人気に押されて破産申請したり、大規模なリストラを行ったりするアメコミの出版社が続出しているというのです。例えばアフターショックコミックスは2022年12月に破産申請。人気アメコミ作家の作品を数多く出版してきた同社の破産申請はアメリカでは大きなニュースとなりました。それからバリアントコミックスは月1作品に削減。2014から2016年には漫画本の功績に対して与えられるハーベイ賞に最もノミネートされたほどの同社が、ここまで苦戦を強いられているのは世間に驚きを与えたことでしょう。またディズニーはマーベルコミックの従業員のリストラを行い、 DC コミックスと DC ユニバースも大規模なリストラを実施。DC コミックスの共同出版社だったダン・ディディオは10年間勤めた同職を退任しましたが、同社はその理由を明らかにしませんでした。他にも同社では複数のトップを解雇。これらの出来事もアメコミの売上不振が影響しているのではないかと言われています。さらに立て直しを図る DC ユニバースの新体制からは、かつて人気のあったスーパーヒーローが排除されているという噂も。まずガルガドット主演のワンダーウーマンシリーズ第3弾の企画が消滅。
パティ・ジェンキンス監督が脚本を執筆したものの、ワーナー&DC が目指す方向性に適せず、企画の消滅が告げられたそうです。また、ヘンリー・ガビルが主演を務めるマン・オブ・スティールの続編についても、先行きが不透明と報道。さらに、日本でも劇場公開されたドウェイン・ジョンソン主演の映画ブラック・アダムの続編についても、雲行きが怪しいと言います。一部の報道によれば、興行成績はスタジオが求めていた数字に及ばなかったとのこと。続編だけではなく、同作から派生したスピンオフ、派生作品についても不透明な状態となっているようです。そんなアメコミ業界の現状は、海外のネット上でも大きな話題に。外国人ネットユーザーからは数多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。アメコミは退屈すぎて面白いと思ったことがない。日本の漫画は子供の時から読んでいてたくさん持っているよ。日本の漫画の方がストーリーが優れているし、現実逃避になる。現実のポリコレを語るためにアメコミを読みたくないよ。最近いろいろなアメコミを買ってみたけれど、安っぽさとポリコレ具合がすごいよ。大半は読めたもんじゃない。みんな同じ肌の色で性別はわからないし、ストーリーは政治的なメッセージだらけだ。日本の漫画の方が読み始めやすいんだよ。一人の作者が描いていて、ちゃんとストーリーを完結させてくれる。同じキャラクターを何度も使い回さず、新しいストーリーになるときはキャラクターも変わるしね。日本の漫画の方が優れている主な理由は、実力主義社会だからだよ。漫画家は実際に売れる作品を生み出さないといけないけれど、アメコミは他のアーティストから相続していて、ゼロから始めるわけじゃない。アメコミの現状を知らない人は、近所のコミックショップを覗いてみるといい。アメコミはゴミだから、お店にほとんど置かれていないというのが現実だよ。コメントにもあったポリコレとは、ポリティカルコレクトネスの略語。社会の特定のグループの人々に不利益や不快感を与えない政策や対策のことであり、わかりやすく言うと人種差別や男女差別、宗教の違いなどに配慮しようということです。ポリコレの影響を大きく受けているのが近年のアメコミ業界。不自然なほどに黒人や同性愛者のキャラクターが登場したり、あえて女性的な魅力を排除したような容姿の劣った女性キャラクターが描かれたりしています。しかし、本来は差別をなくすためのポリコレが最近は過剰になっており、表現の自由が奪われているのではとの意見も多いんだとか。行き過ぎたポリコレの影響を受けたアメコミを忌み嫌う人も増えており、それがアメコミ衰退の一因になったとも言われています。日本の漫画にアメコミが敗北した理由を語るバットマン作者。海外のネット上で日本の漫画にアメコミが敗北した理由を語るバットマンの作者が話題になっていました。彼の名はチャック・ディクソン。最も多くのバットマンコミックを手掛けてきたアメコミ界の重鎮です。アメコミが日本の漫画に負けた理由について、自身も大好きな日本の漫画には、アメコミにはない魅力があるからだと語った彼。彼の発言内容を翻訳しましたので、早速ご覧ください。日本の漫画がアメコミに余裕勝ちしている理由は明白だ。漫画には努力、情熱、技巧が詰め込まれている。それらは、マーベルコミックと DC コミックスのビッグ2には全くないものだ。マーベルも DC もまだストアを持っているし、マーケットリーダーではあるが、残念ながら作品にバリエーションがない。日本の漫画にあるような万人受けする作品がないんだ。それに対して漫画はアートも魅力的だし、面白くて種類もある。漫画を好きになる理由はいくらでもあるよ。今ビッグ2が出しているものは一部を除いたらしょぼい。
政治思想を入れているし、種類もない。一方、日本の漫画にはゴルフをテーマにした作品まであるんだよ。しかも一つじゃない。個人的に大好きなのが釣り漫画。ヴァンパイアが別の惑星で釣りをするとかではなく、普通に釣りをするだけ。だが、ストーリーが素晴らしいんだ。アメコミはしょぼいスーパーヒーローだけ。しかも、全部がライターの政治思想。他に面白いジャンルがあるのに、なんであんなゴミを読まないといけないんだ？それに、有名なコミックライターは日本の漫画の悪口ばかり言っている。彼らは漫画を見習ったらどうなんだ？もっと複雑なストーリーにして、技巧にこだわるべきだ。漫画がなぜ成功しているのかを見てパクればいい。だからアメコミのセールスは落ちていく一方なんだ。私の子供だって別にオタクとかではないが漫画を読んでいる。ビッグ2は日本の漫画に追いつこうとする気がないみたいだね。チャック・ディクソンの発言は以上になります。このようなアメコミ界の重鎮の発言に対しては海外からも多くの賛同の声が寄せられていました。その一部を紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本の漫画がアメコミより優れているのは大胆さだと思う。アメコミは特定のキャラクターやストーリーから抜け出すことができず、新しいものを生み出せない。新しいキャラクターや違うストーリーだと成功できないからね。アメコミは何十年もこの状態だけれどね。優れた日本の漫画が簡単に入手できるようになったせいで、アメコミのダメなところが目立ってきただけで。日本の漫画の種類の豊富さには驚かされる。ニッチな設定を広げる余地があること自体が驚きだよ。マーベルや DC に大金を使ってきた人間として、ディクソン氏の意見には大賛成だ。残念ながら、アメコミはとても古臭くて面白みがない。スーパーマンやバットマン、スパイダーマンなどをずっと買ってきたけれど、ここ数年はアメコミに一切お金を使っていないよ。マーベルや DC はつまらないし、作画にもやる気が感じられない。だからアメリカ人からも相手にされないんだよ。まとめ。アメコミの制作は基本的に分業制。ストーリーを考える人、ペン入れをする人、色塗りをする人などと細かく分かれています。そのため自分が本当に書きたい話を書きにくく、情熱を持った作品作りが難しい環境にあるような気がします。もちろんアメコミにもアメコミの良さがあるとは思いますが、良識派の人たちが決めた大量のルールや政治思想に支配されているのが実情。日本の漫画のような多様性は生まれにくいと言えるでしょう。日本の漫画に押されてアメコミはこのまま衰退してしまうのか、それともこのままではいけないと思って生まれ変わろうとするのか、アメコミ業界のこれからに注目していきたいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。